皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回も高速バスシミュレーターのフェインバスシミュレーターですね、やっていきたいと思うんですが、開発者の方から新しい DLC ですね、まだ発売してないんですが、マンライオンズインターシティですね、そちらの DLC を提供してもらったので、今回はそちらをプレイしていきたいと思います。はい、であとこれいつの間にかアップデートで公式で日本語対応ですねしたみたいですね。とりあえずゲームスタートで一応もう路線走ってきたいんですが、こんな感じで日本語、地名も日本語になってますね。オーバーホーフ、一応今回ホテルパノラマから、カッセル行ってパーダーボルンか、ここ行く予定なんですが、こちらですね、マンライオンズインターシティ R60 ということで、おそらくこれ街中用の路線バスなのかな。でこの DLC では R60、R61、R62 ですね、ちょっと全長とかが違うのかな、3種類が導入されるようで、一応2019年10月1日から Steam で発売されるみたいですね。まあ、まずはこの R60 からいこうかな。まあ、とりあえずどんな感じなのか見てみましょう。はい、ということでこちらですね、 R60 ちょっとぐるーっとせっかくなんで回りましょうか。あー、これミラーがすごい3つついてますね。これは良さそう。やっぱ街中走る用だからミラー多めなのかな。こんな感じですね。これ実際もこういうカラーリングなのかな。他の高速バスに比べると結構短めですよね、長さは。オープン。相変わらず音がいいんだよな。それで入って、でも、路線バスにしては結構席がキツキツな感じですね。はあ、はあ、でもやっぱ路線バスか。ここ車椅子用の席ですね。ただトイレとかそういうのはない感じなんですね。だいたいこんな感じですね。一応上にの物乗せるとこもありますね。で、座って、R60 が全長 12.2、R61 が全長 13m、R62 が全長 13.2、ほんとちょっとの差なんですね。で、これが運転席ですね。よし、とりあえず準備していきましょう。はい、着いた。いいですね。で、エアコンがどこだったかな。こっち側にあるんですよね。これがドアですね。前のドア。これが後ろのドアですね。これはやって。エアコンこれですね。室内と。これはないのかな?ウィンドシェードはこれですね。で、ここら辺に、これモニターか。これは使えない。Wi-Fi。これがアナウンス用ですね。で、こっち側見ると、これで順番見ていくか。ダッシュボードも、まあ普通な感じかな。これで、これリフトアップですね。リフトダウン。これドア開けると自動的にリフトダウンされる感じですよね。ブレーキマチック。これは特にないのか。ディーゼル粒子フィルター。これはオンにしとけばいいのかな。横滑りかな。で、これライトですね。で、一番重要なエアコンの温度はここですね。ショートカットキーで23度ぐらいにしときましょうか。で、これ、窓のやつが開ける大きさによってちゃんと音が変わるようになってますね。全開にすると音が大きくて、こういう細かなところが結構アップデートで
変わったのかな。これすごいですよね。うん、前はちょっと開けるだけででかい音だったんですけど、こんぐらいでいいか。こういうアップデートしてくれるのは嬉しいですね。で、ここにパーキングブレーキがあるんだ。で、他の支店だと乗客支店ですね。で、これか。よし、だいたいこんな感じですね。じゃあシフトアップしていきましょうか。全部閉まってますもんね。やっぱちょっと窓を開けといた方がエンジン音も聞こえるからいいかな。で、到着が10時、あと10分か。はい。ナビが反応しないぞ。で、パッチが22かな？なんか当たったみたいで、何が変わったんだろう？お！これ左か。よし、行きましょう。ちょっとこう、右のミラー小さいかな？まあでも見えなくはないか。結構遠いのかな？まあそんな長さがないんで、運転はしやすそうですね。ああ、これ下からなんだ。ちょっと大変ですね。峠道通っていかなきゃいけないんだ、これ。最初のバス停までが遠いかも。ホーンとかは同じですね。なるべくぶつけないように。音がいい。こう振動音とかもいいんですよね。ペンバシミュレーター、早くフランスに行きたい。なんだかんだ言ってる間に上まで上がってきましたね。よいしょ。はい、ということで、とりあえず最初の出発場所ですね。おお、結構いっぱいいる。なんか荷物が違う気がするな。荷物が変わった？ここら辺で止めましょうか。で、これは開けましょう。これドアノックはないんだ。バケット、荷物を置く場所はないのかな？よいしょ。ここ置けんの？ああ、ここに入れられるみたいですね。乗車チェックですね。やっていきましょう。Ciao. Ich hoffe, ich bin hier richtig. あ、すごい。これもちゃんと日本語になってますね。Auf geht's. はい。レッツゴーって言ってんの。ミヤゾンに言ってますよね、これ。Jetzt wäre ich fast in den falschen Bus eingestiegen. ああ、違うバスに乗ってた。Mahlzeit, bitte sehr. Vielen Dank. はい。フィンラン。これで OK かな。二人違ったみたいですね。クレームも日本語になってそうですね、これだと。よし、じゃあ、出発ですね。何人だ？出発を連絡。はい。業務報告ですね。次のバス停で3人降りる感じ。あ、3人またプラスされるんだ。今、10人ですね。うん。みんなばらけて乗ってますね。後ろここ狭そう。結構座席の間隔が狭いな、このバスは。長時間乗るのはきつそうですね。はい。うん。確かにツアーバスっぽい感じですよね。もう一個のツーリストバスシミュレーターの方が合うかもしれない。あ、アナウンスつけていこうかな、せっかくなんで。左で。Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. ドイツ語、日本語、英語対応か。これは、
出てこないですね。richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anstandspflicht. ドイツなんで右側ってことですね。Bitte schaut euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos. 最近 Wi-Fi と、おお、暴走してたぞ。一台だけレースしてましたね、なんかラリーしてたのかな。めちゃくちゃ滑ってた。一台だけなんかラリーしてましたね。危な。さあ高速来ましたね。いいですね高速は。おお、飛ばすな。やっぱ AI は相変わらずアグレッシブな感じですね。速い。バンバン抜かされる。ちょっと右から来てんな。怖いですね。結構強引に入ってきたりするんで、なるべく避けていきましょう。レーンバシミュレーターアンリ、おお、危な。ちょっと危ないな。抜かし方が怖いですね。おお、煽ってる煽ってる。煽ってんな。めちゃくちゃ煽ってるじゃないですか。ひどい。そして全く譲らない。ああひどいひどい。あの追い越し車線にいる車ひどいな。おお、綺麗なとこだな、ここら辺は。すごい坂道。やばい。あー、アイスじゃないですかこれ。ドイツの高速鉄道もう間もなくですね。あと29キロ。あの町かな、見えてきた。こう遠くに見える感じがいいですよね。すごい、今回クレーム1回も入ってないな。珍しい。やっぱ23度がいいみたいですね。あ、本当だ、ここら辺雪積もってないんだ。あんま雪が降らない場所なのかな。ちょっと狭い。結構カッセルでかい町だな。あー、ここか、思い出してきた。どこだろう。ここか、ありましたね。入ってきましょう。おお、意外と幅が狭い。ここですね。他の車両も止まってる。もうちょい前か。はい、とりあえずカッセル到着ですね。これで開けちゃいましょう。ダンケジ、はい、これで M でパーダボルン、パーダボルンですね。これボルン。じゃあ出発ですね。すごい量だな。結構満杯ですね。とりあえず行きましょう。Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch. から高速ですね。81キロ。パーデルボルンでしたっけ。まあそこそこ離れてる感じかな。おお、高速も多いですね。やっぱいいな。
なんだこれ、オイル。オイルですね。オイルが撒かれてた。滑りやすいとかあんのかな、あれ。交通量多いですね。あ、いか。最悪。ちょっと入れさせて。ここだった、もう降りんのか。あっ。後ろにいたっぽい。軽微な事故。ちょっとぶつかっちゃったな。あっ、危ない。あ、嘘、オービス捉えた。50キロ、オービス捕まったって言ってた。いかん、50キロだった。捕まっちゃいましたね。これ左か。お、止まってる。よいしょ。とりあえずもう着いたって。驚かれた。はい、無事到着ですね。とりあえず戻してくる。ということで、まず1本目無事終了ですね。あ、これも全部わかるようになってる。はいはいはい、はい、こういう感じだったんですね。燃料切れなし。あ、ちゃんとアナウンスもスコアに反映されてたんだ。室内の照明、これつけてた方がいいんですね。事故安。マイナス2しかないですね。レーダー取り締まりもやたら安いな。負傷した歩行者とかもあんのか。そんなのもあんの。あー、ここら辺は良さそうですね。とりあえず続けよう。